さんこんにちは。今日の純烈の現場はまたまた明治座です。この日一部の公演を見る予定だったんですけど、ちょっと朝早く行っていろいろ甘酒横丁を見てみようかなと思って、これ日曜日の朝の9時ぐらいに動画を回してます。ただ私この日本当にいろいろしくじってしまって、まず一つ目がこの森の園さん、私ここで極上ほうじ茶を飲みたかったんですけど、ちょっと10時からっていうことで飲めず、でそのお隣のお豆腐屋さんでゴールドーナツも気になってたんですけど、なんとここも10時からで、今ちょっと9時ぐらいだったのでここもまだオープン前でした。でなんかちょっと他に時間潰せるところないかなとか、他に見れる場所ないかなと思いながら散策してみたんですけど、ちょっとこういった形で今映ってるだけでもまだちょっと朝が早くて閉まってるお店が多かったです。でここのプリタダさんもすごく楽しみにしてたんですけど、ここに関しては日曜日がお休みでそもそも空いておらず、でこの篠田寿司さんも今ちょっと動画では空いてるんですけど、私が行った時は朝9時オープンだと思ったらなんと10時からのオープンに変わっていて、ここもちょっと入ることが結局できませんでした。動画は帰りにちょっと動画だけ回してたんですけど、実際お店には入ることができず、ちょっとホームページでは朝9時オープンとなってたので、行かれる方はちょっと事前に必ずお電話等でご確認されるか、ちょっと時間余裕持って行かれた方がいいかもしれないです。でもう一つプレミアムクラブでも紹介されてたおせんべいのお店がこの甘酒横丁にあるんですけど、なんとですねそちらも日曜日がお休みということで、手焼きせんべい食べたかったんですけど、結局時間をずらしてもですねこの日終日お休みということで食べることができませんでした。で結局もうちょっと早いんですけど、もう明治座に向かうしかやることがなくて、で一旦今この明治座をずっと目指してまっすぐ歩いてるんですけど、甘酒横丁には他にもプレミアムクラブの動画の方で純烈さんが明治座公演やりますんでお願いしますって言ってご挨拶されてたお店っていうのが、もう一本横の通りですとかでもご紹介されてましたんで、もしお時間とかに余裕あってかつ営業時間下調べされて行かれるようでしたら、ちょっと散策されても面白いかなと思います。でそうこうしてる間にも明治座に着きまして、でこの日なんですけど練馬区商店街の抽選で特賞を当てると、この昼の部の純烈公演に貸し切り公演になってたんですけど招待してもらえるっていうので抽選に事前に行って当てたので、これを見に来ました。でこの分に関しては10時からチケット引き換えだったんですけど、結局お店がどこも開いてなかったので9時過ぎには到着したんですが、外に並んでるのが10人ぐらいでしたし、あなんか意外と前の方で見れるかもと思ってこの時テンション上がってたんですけど、実は館内に150名様ほどお待ちということをスタッフの方に言われて、ちょっと愕然としてしまいました。でチケットを引き換えた後はさっき総会さんの隣で映っていたカフェ・ド・クリエの方のモーニングセットを頼みました。でこちらもちょっと席数がかなり少なかったので、私が行ったタイミングでギリギリ座れたというような感じで、一般のお客様も結構多かったです。で明治座なんですけど3階が1階席っていう扱いになってるんですけど、トイレとかあとベンチとかに関しては4階の2階席とかを利用されるとすごくスムーズに空いてるかなと思います。で自販機とかもあって、ここは小さい方のドリンクでだいたい170円ぐらい。でちょっと急に乱舞の写真になったんですけど、乱舞中は写真が撮れますんで、ちょっと今回はメンバーの写真をいろいろ撮ってみました。で白川さん、後上さん、酒井さんは1階なんですけど、岩永さんが2階と3階で、2階と3階終えられ
たら1階に来られるというようなシステムになってました。でこちらが2階席入ってすぐのところから撮影している写真になるので若干遠く感じるんですけど1列目とかだと見やすいです。で靴に関しては白川さんと後上さんのタオルだけ売り切れになってたので明治座のホームページでは購入が可能になってます。で収納はいつもの、私のお決まりのラウンジで今回は飲む純烈ドリンクで白川さんをチョイスしました。でちょっと白川さんのアクスタを持っていないのでちょっと代わりに後上さんのアクスタと一緒に写真を撮影しています。やっぱりなかなかちょっと私撮るのが下手くそで思うように撮れなかったんですけど今回も前回に続き白川850円っていうのが見れてちょっとだいぶ面白かったです。なかなかあんまりないですよね、呼び捨てされてるの。で、前回取り損ねた、プレミアムクラブのこのお面も取れました。割と分かりやすい場所に飾ってあったのにどうして前回取れなかったんだろうと思ってます。で、衣装も後半になって前回と違う衣装に展示が変わりましたのでこちらも撮影しました。で、私個人的にこの衣装を後ろの背中のところとかも好きなんですけどそこはちょっとなかなか角度的に難しくてですねどうしてもその後ろに回ったりですとかここからちょっと覗くっていうのができないような配置になっていたのでちょっと表からの分しか見ることができないんですけどこちらも前回同様とても良かったです。で最後に会場を出てガチャガチャをしようと思ったんですけどちょっと小銭がなくてで近くにちょっと両替をお願いすることもできず両替機もないのでちょっとこちらは次回に持ち越しとなります。で最後に、前回ちょっと全容を取れなかったこの上りに関しても取ろうと思ったんですけどなんと風の影響でみんな名前が逆になってしまっているというこれもまたちょっと最後には綺麗に収められるようになりたいなと思いました。で前回がちょっと比較的前半に見に行ってたんですけどこの中盤というかまあもはや後半の方ですと内容がちょっと変わってましたね。次は千秋楽でまた感激する予定なので次もアドリブ等楽しみです。